なんかダイビングとかやんないですか？ダイビングはやったことあるぐらいな感じで、ほとんどないです。泳げます？泳げます。お、じゃあ全然いいじゃないですか。もうちょっと悔しいけど、お似合いのカップル、ね、お似合いな感じですよね。さあ今回は原さんと矢佐野先生、アクアワールド大洗いでデートしてもらいます。はい、ね、アクアワールド大洗いは茨城県大洗町にある太平洋に面した全国でもトップクラスの大型水族館です。はい、日本で初めてペンギンショーが行われたことでも有名です。はい、もう水族館はデートの定番ですよね。そうですね、ここは距離感ですよね。結構近くに寄ろうと思えば寄れるじゃないですか、はい、一緒に見たりするのに、はい、ただそれが今回の最初のデートでいきなり近くはできないと思うんで、はい、どうやって近づいていくのかなっていうところが見どころじゃないですかね。なるほどね。いやでもここでね、浅野さんのヨガが活かせるかどうかですね。水族館でサーフィンも活かせないですね。早速デートスタートですね。はい、行きましょう。行きましょう。ちょっと近くで見たい。近くで見たいですよね。はい、すごい、これイワシ。イワシ、イワシ、イワシ。あ、すごい。なんかダイビングとかやんないですか？ダイビングはやったことあるぐらいな感じで、ほとんどないです。泳げます？泳げます。お、じゃあ全然いいじゃないですか。もうちょっと悔しいけど、お似合いのカップル。お似合いな感じですよね。すごい憧れのシチュエーションがあって、水族館の。あら、憧れの。こうやって見るじゃないですか、一緒に。水槽みたいな。こう遊覧してるのにちょっとチラッと見たら目が合うみたいな。わかります？お互い同じ瞬間にこうチラッと見ると恥ずかしいみたいな。同時にこうじゃなきゃダメだ。最初から見つめられてるのはダメなんです。あ、それもいいかも。でもいいかも。みんなイワシだね。イワシを見ろ。イワシを見ろ。目がもう変態なんだよ。変態まで言うなよ。写真とか撮りたいですよね。あ、写真撮りたい。あ、写真撮りたい。写真撮れ。せっかくだから。嬉しいですね。お、思い出をね、残してくれてるか。クラゲ大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫っておかしいけど。大きい。ちょっと泳ぎに行ってるから。クラゲは。まあ、こんなクラゲに会うこと絶対ないですよね。そうですよね。これあったら本当に。いいじゃん。面白そう。すごい楽しそうですね。すっごいですか。正直私も見て回りたいです。回りたいね。一応患者さん、魚のモノマネやってもらってよろしいですか？じゃあ、エイの裏側やりますね。エイの裏側。あ、やだ、怖い。やばい。あ、サメですね。人気のサメ。すごいんだけど、いっぱいいる。サメ好き。え、こんなサメがいる水族館ってあんまない気がする。これだって日本一サメが多い水族館だから。そうなんだ。日本一サメが多い水族館なんですか。ただ浅野先生ちょっとあれですね、シャイですね。あ、ちょっとシャイか、わかる、はい、この辺りでもうだいたいなんとなくこう深くなってきてもいい感じはするんですけども、ずっと最初からトーンが変わらないですよね。この歩く距離も確かに最初と変わってないですね。変わってない。ちっちゃい、なんかちっちゃいの可愛いんだな。会話が普通だな。会話が普通。もうそろそろキュンポイント来てほしいな。キュンポイント。ザ恋人みたいな会話が欲しいという感じですか。欲しいですね。ここでもうせっかく水族館だから。あ、違うの。何なんだろうこれ。何なんだろう、本当に。めっちゃ可愛い。ここでちょっとチンアナゴを絡めた下ネタの一発。一つしかねえよ。最悪。これダメ。ダメですよ。ペンギン。ペンギン。ペンギンのところ来ましたね。あ、ペンギンだ。いた。可愛い動物は。あ、可愛い。うわー、なんかけどいいな、今日天気も最高。やばい。ペンギンを見るスポットで、すごい好きなスポットがあって。スポット。ちょっと。あ、みんな入った。あ、でも距離いい。あ、いいですね、いいですね。いい距離、こんくらいの距離ですよね。本当に。これとかさ、多分ね。なんかすごい泳ぎ方が下手で可愛い。めっちゃ下手泳ぎ方。お尻をプリプリプリって。そう。来ないかな。出口はもう一声欲しいと。同じことやってるっていうのが楽しいんですよ、やっぱ。ほうほう。しかもなんか自分のお気に入りのスポットに連れてってくれる、うん、特別感を今感じてるので、多分もうなんかアクションがあったらもうドキドキポイント上がりますよ。あ、これね、目合ってんのかな2人。魚ばっか見てるんじゃないかな。失礼します。水族館は普通に好きっていうか、ちょっと自分が水族館を楽しんでったパターンですか。楽しいですよね。楽しいですよね。見つめ合う瞬間がちょっと欲しかったの、出口が。はい、
可愛らしい。今目が上がる。こういうのをちょっとやってほしかった。ね、まあ、ちょっとドスケベの意見ですけど。まあそういう意見。渡辺さんに言われたくないですよ。もう笑顔じゃん。満面の笑みで帰ってきたけど。あー楽しい。完全に水族館が楽しかったです。どう？水族館好きなんですよ。うん、で浅野さんも水族館が好きで、うん、いろいろ教えてくれたり、でなんか好きなポイントが一緒だったり。では原さん、ドキドキポイントいくつでしょうか？じゃあ2ドキで。これってことは4ですか？4です、うん、水族館を純粋に楽しんじゃって、うん、確かに次のデートの約束とかもっとプライベートの方は確かになかったと思って、今思うと距離が縮まったって感じじゃない？あ、でもちょっと縮まったな。ちょっと縮まったな。さあ次回はデート編その3です、はい、お楽しみに、うん。ここでチャンネル登録のお知らせです。チャンネル登録をすると動画が公開された際に通知がいきますので、まだチャンネル登録をお済みでない方はぜひ登録してください。お願いします。